どういうこと？どちら行くことですか？敦賀。よし、こんな感じか。うまくいくか？うまくいくか？うまくいくかな？入りきってないかな？あ、そっち？はい。あ、その網の横ぐらい？こんな感じか。まあいいだ。滑る滑る。あ、そっち？おっと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 。長かった意外に。うん。ちばちゃん7番。これ7番出ます。こうやって縦に帰らないから。一番向こうの。うん。帰りますよね。うん。こっちか。え、どこ行く？こっち？これでいいのかい？降りれたかい？あ、自宅へ。暑かったな。車両後半、敦賀は曇り。気温は今ね28だったかな。今ね降りたのが今20時44分。まあ早い方なんじゃないですか、降りるのは。到着時刻は12時回って49分かな。およそ4時間半か。距離にするとだいたい200キロ。もうこの後別に何もないんでゆっくり帰るだけですよ。月が見えてますね。木の本インターまで来ました。現在の時刻は9時回りましたね。9時7分。あ、到着予定。高速道路で行くようになったのかな。23時20分かなと。残りは172キロ。今制限速度は80キロぴったりで走っております。まあ、ぴったりじゃないんだけどね。実際には75キロなんだけどね。ナビのスピードメーターで行くか。
そうすれば GPS 上でちょうど80キロ。そうなると追いついちゃうんだよな車に。ここまで80キロってことはここから先100キロ制限になるから車も少しスピード上がるのかな。どうなんでしょうね。といってもトレーラーは80キロ制限なんで、まあ抜かれる一方ですけどね、渋滞の時以外は。もらったりするんだけど、その歯ブラシ持ってったら古すぎてもうあの歯磨き粉が固まっちゃっててね、何本かポイポイって捨てちゃった。ダメだねやっぱり、ああいうのはあのフレッシュさが命だね。歯磨き粉が固まるとは思わなかったというプチ情報。米原ジャンクションまであと8キロ、近いね、もうすぐだね。8キロなんて、あーちょっとねねり行ってこようって感じで行くぐらいの距離だったね。あーそれにしても広いね、北海道は広い。いくら頑張って走ってもなかなか目的地にたどり着けないんだもん。ちょっと計画に無理がありましたね今回。僕1日400キロ走れるよなんて言うけど、走るだけだったらいいけど、観光するとなるとやっぱり300から350ぐらいにしとかないと。350でもちょっと多いかな。いろんなところね、少しずつでも回れば、もうちょっと近場でキャンプ場を探すようにこれからはしたいかな。去年は雨だったな。この辺りは良かったのかな。養老サービスエリアか、あの手前からすっごい降り出しちゃって、そのサービスエリア入った時にはびしゃびしゃだったな。いや元ブロガーの女の子もおったな、その時。同じサービスエリアで北海道でフェリー待ってる時に映ってますよ、その女の子の。あの元ブロガーが何ちゅう名前だったかな。向こうの子のあの動画にも自分乗ってましたけどね、そのタイミングで、あのフェリーの待ち時間の時のタイミングで来ましたよ、米原ジャンクション。ここじゃないか、ここだ。はいよ、ちょっとさっきスピードダウンしすぎちゃったな。後ろのオートバイの人はびっくりして避けたな、あまりのスピードの遅さに。いや看板見てたらスピード落ちちゃってね、どうしても。カーブでも直線でもそうだけど、私の全然ないところは走りやすいな。やっぱり轍ができてるようなところは右へ左へ車体が振られるな。できたら真ん中よりちょい左ぐらいを走りたいんだけど、そうすると轍の山に乗っかっちゃうんだよね。それで左にスーッと引っ張られたりして、轍ない道でないとやっぱ走りにくいですね。ここはいいや、どこ走っても引っ張られてくる感覚ない。ここは行くときに降りたとこか、養老って。あー賑わってんね、もうすぐ10時になろうっていう時なのに。うわーなんかムーンとしてきたぞ、30度超えてきたな。なんか空気が変わった、関ヶ原養老を越えたらうわーっと空気が変わった。味いいよ味いい。こんなに空気って切り替わるもんなの。今日は一宮ジャンクションで渋滞は起きてませんでした。すごい、もう32度だぜ。もう20度台に入ってなきゃおかしいのにね、夜なのに。多分オートバイ2度高いんだろうな。小牧島でやってきました。関ヶ原越えてムワッとする感じっていうのがなくなった気がする。ただ体が馴染んだのかもしれないけど、今そこまであのうわうわ今ピカピカっとしてなかったとか、空が。それのせいかな、雨かな。冗談みたいな話だよ、帰ってきてもまた雨に降られるのかな。そんな予報になってた。